だから今度は家の敷金貯めなきゃいけないよね、30万ぐらいね。一緒に住んじゃおうかなね。だから2人で30万ぐらい貯めて、貯まったらいい。だから私もさ、家出たいから、だから 3L ぐらいの、まあ新宿からね近いちょっと田舎の安いところ。もうじゃあ行こう。どこに？ゆめきち、飲もう。友達として、配信仲間として。俺好きじゃないし付き合えないし同棲もしないよ。そうだよ、私だってそうだよ。嫌だよ同棲なんか。だからお前持ってろよ。お前行ってみっから。あみんなこれはっきり言ってるからね。愛子さんに。私だって同棲なんか、同棲大嫌いだもん。結婚もしてないし、同棲嫌いだもん。でも愛子さんがそうやって配信でこうちゃんと同棲するためにお金貯めるとか言ったら、だからそれもうみんな言われるの。同棲して、同棲、同棲しろ。でも俺はそういう気ないからね。私もないから、同棲嫌いだから。みゆきちゃんみたい